はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、いつもね、ファンパレのコメ、動画の方にコメントありがとうございます。その、コメント欄の方で、リクエストがありまして、はい、こちらでございます。チーム編成の、こちらかな。はい、東京高専、1年、VS 2年ズ。はい、こちらだと、どちらが強いのか。いや、確かに、ちょうどいい塩梅だなって確かに思ったのよ、これ。お互い、まあ、イタドリ君は飛び蹴りっていうバフがあるんだよね。バフがあって、で、野原ちゃんは、これね、本当はコウの方の野原ちゃんにしようとしたんだけど、五凸なんで、さすがに五凸の野原ちゃんはちょっとやりすぎかなと思って、一応無凸の野原ちゃん。でもその代わり、幻。まあ、後でちょっと幻の意味がわかるんですけど、幻にしております。で、伏黒くんですね。伏黒くん。で、二年ズは、乙骨くんっていう最強のね、キャラクターがいる代わりにバフキャラがいないという感じになっております。で、マキさんですね。火力アタッカーというか、体術落とすアタッカー。そして、なんといってもパンダ。今回のパンダは、まあちょっとね、今回バフキャラがいないので、バフの斬死にしようかなとも思ったんですけど、やはりこちらかなと。体術、まあここはいいとして、これ復活があるんですよ。はい。復活があって、さらに HP とかもここら辺も高い。で、さらにまあ、ドラミング B として一応体術アップ75で半分以上だったら、まあ、結構ダメージ多分パンダ受けることが多いので、まあ、体力が半分になったら半分の状態でドラミング B として 110% のアップした状態で必殺技を打つことができたりとか、まあ、その編成。そしてトゲくんですね。トゲくんはまあ斬死はいつでも 25% 上げれるやつと、まあ、あとそうだね、こちらもありますね。止まれ、味方が戦線離脱になる攻撃を受けたとき、その攻撃を無効化するということで。はい。こちらもパンダともかなりいいコンボになってるんじゃないかな。だから、こう見ると、まあ、結構、2年生、2年ズも強そうなんだけど、やっぱり言うて、飛び蹴り、イタドリ君。そして、今回、幻、野原ちゃんということで、はい。で、この理由なんですが、無凸と五凸だとだいぶ違うと、野原ちゃんの場合。だったら、今回こちらでいいんじゃないかなと思っております。はい。本当にラストステージ、ブギウギジュレですね。はい。こちらに対して行きましょう。今回これ推奨特性幻。確かに幻イタドリ君には有利なんだけど、乙骨くんもいるわけですよ。で、さらに、マキさんもいる。そして、1年ズと2年ズの違い、圧倒的違い。まあ、皆さん知ってる通り、数が違います。3対4。まあ、でも、ここにね、誰か入れるっていうのは違うと思うから、まあ、これで行きましょう。でも、飛び蹴りのイタドリ君が強すぎるからな、バフをかけることができる。でも1ターン目、要は虎杖君がどんどんバフをかけていくにはちょっと多分ね、体力がみんなの体力は少なくとも減る。だから今回どうしてもさ、勝っちゃうとこのキャラクターの残り体力とかさ、ちょっと曖昧な感じになっちゃうから、多分ブギウギジュレにどちらも勝つことはできないと思うんですよ。バフもないからね。だからブギウギジュレの残り体力でまあ見れて分かりやすいかなと。はい。もう今回はもう簡単にもうブギウギジュレの残り体力で決めます。じゃあ最初どっち行こうか。最初じゃあ2年ズ行っちゃう？はい。こちら行きましょう。ちょっとでもね、2年ズやるにはちょっと頭使ってかないといけないからね。まあでも少なくとも乙骨くんの純愛で規格外つけて、で火力も 1.5 倍になる状態だから、ある程度のダメージはブギウギジュレに与えられることはできると思うんだけど、問題はまあそこからどれだけ上乗せすることができるのか。はい。で砕けろで、まず、そうね。うん。これ、火ダメージ 18% アップ付与ついてるんですよ。だから、まあ、最悪、あれかな、規格外というか、純愛の時に、ブギウギジュレに、この砕けろ打つっていう作戦もできる。まあ、でも、基本的にぶっ飛べ打つかな。任せとけ。で、まあ、パンダは、ここはもう受けるしかないよ、やって。最初。そうだね。どちらにせよ、バフはないから、もう最初から受けるしかない。打ちましょう。で、骨砕き、これが結構重要になってきて、体術を、38% ダウン付与がついてるので、こちらにつけます。で合わせろ理科いる、合わせろ理科しても大丈夫ね。ここは合わせろ理科、まずはどんどん減らしていきましょう。砕けろ、これで火力を減らして骨砕きで体術ダウンが入って、で、はい、1056、2200、まあまだいいでしょう。で、こっからパンダが、もう守れないので、焦らず行こう。やるか。もう一回骨砕き、いや、こっちじゃなくてこっちかな、骨砕き。で、合わせる理科がないんだけど、もう一回骨砕き、まあいいか、どちらでもいいか。これで、次のターンに合わせる理科でおそらくこっちの呪霊は倒せる。
痛いな。でもそうパンダはね弱点なんだよ。いくら防御力高いと言っても弱点なので、これ合わせる理科で倒せるかな。いや倒せると信じるか。いや念のためこっち潰れろ。いや砕けろ。そっか砕けろ。そっかダメだな。あのかかってこいよ。さっき半分減らしたのは多分砕けろで火ダメージ与えてからのだったからね。骨砕きして合わせろ理科、これで多分倒せるはず。砕けろで骨砕きして合わせろ理科で倒せなーい。ビンビン。さあここで必殺技来る。ここは何が何でも倒さなかんね。焦らず行こうぜ。ここはもうじゃあ全力でもこっちは骨砕きこっちだよね。で16個目でこれでさすがに倒せる。いや倒せんかった時のため念のため骨砕き16個目で。いや待って、でも最初いやこっちかな。旋回にしとく。いやでも体術下げときたい。倒せる倒せる倒せ。あ倒れない。倒せないか。まさか倒せ。あービーアブアリアブ。痛いまずい。ちょっと待って、想像よりだいぶまずいなこれ。一回喉治るする？回復する？パンダここで引き付けするでしょ。だったらどちらにしても乙骨くん必殺ゲージ貯めないといけないから、ここ一回受けます。かかってこいよ。で骨砕きしてこれで倒せるよね。で喉治るで回復もしつつって感じで必殺ゲージちょっと貯めるターンに入るかな。まずこれ倒しければ必殺ゲージ上がるんで、これではいだいぶ必殺ゲージが上がる。オッケー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 。いいよいいよ。で回復でまだこれは使いたくない。潰れろ。パンダストレート骨砕きエッジ力を込めて。いいね。これでだいぶいい感じに必殺ゲージが貯めれてるんじゃないか。磁力込めて攻撃、まあまあここはいいでしょう。まだ回復するから、そう結構頻繁に回復するんでね。砕けろ。でじゃあここで倒しに行こう。ここで今からドラミングビートする？いやドラミングビートは後だな。後で打ちます。でそうだね、これはもう必殺技を全てブギウギジュレに、ぶち込むということで、これでずっと無限に体術ダウンをしてもらってるんで、まあ、火力はまあちょっと減るけど喉治る打ちたいな。これ攻撃、骨砕き合わせる理科でここで倒しに行くか。倒せるかな。倒せるか。ここで倒せれば最高なんだが、合わせろ理科でいけるか。倒せない。あー B 痛い。磁力がどんどん回復して、受けるしかない。打つこれ。いやもう大丈夫だね。これで倒せる。ようやくここで倒せるけど、さあ次で、まあ、必殺ゲージは全員溜まった状態。いや下げられてるか。下げられてんのか。待てまずいなこれ。待ってまあまあいいか。とりあえずじゃあ砕けろで、その分砕けろで18% 下げましょう。でここでも攻めに行くか。攻めいきます。ドラミングビートで、ここもユーランブ、そして規格外純愛。いいぞ。でもこれでそうダウン避けてドラミングビートで、でも半減だから5万7000ぐらいか。でユーンランブ12万。いいぞ16万。かなりダメージ、バフが全然入ってない状態にしてはね悪くない。さあ次ここであとは純愛、規格外純愛でブレイクは無理かな。さすがにどんぐらい持ってくる。おーまあ結構持ってた方、悪くないさあうわー2回攻撃か。でも大丈夫、回復する。でここで残り体力2、まあ、約300万ね。でここでじゃあぶっ飛べ、叩き潰していいかこれ。味方全体体ちょっと待って、いや体術 100% アップつけるか。そうね、消えましょう。これまだ多分ブレイク、いやーまずブレイク優先か。まずブレイク優先だな。ブレイクダメージ 13%。 あー打つか、こっち行こう。で骨砕きで磁力込めて、どうだ、ぶっ飛べて。これブレイクしない、どう、どんなもん。いやーまあ全然ダメだなこれ。でもまあ一応体術下げてるんで、あーサクランか。砕けろします。砕けろで叩き潰す、骨砕き、いやー合わせろ理科打ちたいな。ここで誰かや、これで誰かやられちゃう。うわ待って、落っこつけません。落っこつかません。危ない。砕けろ、叩き潰す、骨砕き、合わせろ理科。これでブレイクを決めてくれ。全然ブレイク減らないじゃん。合わせろ理科ブレイクしない、ギリしない。まずい、体術アップからの、うわー痛い。よく耐えた。これ砕けろでいいね。砕けろ。ちょっとムカついちゃった骨砕きいらないか。まあまあ、軽くだな。軽く重視でいこう。
骨砕き、あーでも骨砕きの方が軽くあるな。骨砕き10個目でこれでブレイクができる。よし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 、オッケーオッケーオッケー、ブレイクいいんじゃない。だいぶ減らしてはいるよ、だいぶかなり体力は減らして、でもだいぶ自利品にはなってきてる、だいぶ自利品にはなってきてるが、磁力を込めていいぞいいぞいいぞ。で必殺技をもう一回打てる想定でいきましょう。ぶっ飛べ打つ、いやまだ打た、まだ打たなくていいか、もうちょいいくか、砕けろ、こうして骨砕き、合わせる以下いきましょう。いいぞいいぞいいぞ、火ダメージ下げて火力を下げる、合わせろ理科14万ダメージ。さあそしてここで必殺技が飛んでくるので体力見るか、216万、まあ、約220万ここでじゃあぶっ飛べ、攻撃ユーンランブ、16個目で、さあ100万はこれで切りそうだね。さあ10万ダメージ、いいダメージだ、体力1、まあこれはもうトゲくんやれるだけはやったでしょう。もうこれはもうあとはもう減らせるだけ減らすって感じだからね。今回勝つのが目的じゃない、体力を減らすのが目的、いいんじゃない。さあ41万ダメージ相当入った、そしてあさらに黒線も入った、あーそうだねこれはもう、あー耐えた、ナイスよく耐えた。で止まれ、あそうかこれで止まれで止めたんだ、今やられるんだけど、トゲくんで止めました。叩き潰すか、そうかこれパンダあれだね、体力が半分だったら受けのパンダの時の方が良かったね。骨砕きで攻撃、これはおっこつくんのなんとか純愛を、いやでもトゲくんがもう止まれないからな、おっこつくんにやられたら終わる、危ない、ありがとうごめんトゲくん、ありがとう。あとはおっこつくんが次のターン純愛打てる、ここで3分の1、いやでもしかも2回攻撃してくるからな、おっこつくんやめてくれ、あーよくやった、ナイス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 、これありこれかなり大きい。さあちょっと待って見ようか、今のところがあー無理か、いや打とう、打って純愛、これもおっこつくん2回目の純愛はかなり大きい。さあどんなもん、48万ダメージ相当ダメージ与えた。さあそしてここが次のターンで終わるね、じゃあちょっと体力を見とこう、93万ね、93万でまあここで最大ダメージ与えて93万だから、まあまあでも9000なんだったから93万だな、93万はい、あ、まあ、まだ耐えた、まだ耐えた、待って耐えたの耐えたの耐えたの、よく耐えたの、ちょっと待って、今92万まあ約93万で9、こっから8000ぐらい、まあ、まあ92万ですね。はい、もう一回復活してということで、残り体力92万となりました。そうね、まあだいぶ減らしたよ、想像以上に減らしたぞこれ、思ってたよりすごい前線したわ。では次は虎杖くんがどれだけ回し蹴りでバフをかけて、そして、そこにまあ 1.5 倍の磁力ランダどれだけ食らうのか。そうだね、で伏黒くんの、あーでもねあれなんだよ、全体技がない、そこがどうなるかだな。そうだね、選択した的にだから、さっきの純愛みたいな感じで周りのモブキャラがそのやられるってことがないから、まあやろうと思えばいけるんだけどね、それより多分ブギュウギジュレ狙った方がいいから、ちょっと時間との勝負になってくる可能性は非常に高いですね。これね必殺技貯めたいんだよ、だまず一人にしてからって感じかな、これ釘飛ばし飛び蹴り、いや待って飛び蹴りまだ早いか、ちょっとまだ早い気がする。なるべくナイススタン、まず一旦とりあえずスタンで一人を倒したいんだけど、3400、もう一回これヌエこっち行きましょう、はい、もう最初の伏黒くんの役割はもう最初いかにもう一回行きたいな、もう一回行きたいですねこれ、これでいかに最初にダメージを与えないようにしてくれるか、それがかなり伏黒くんの中で大事な仕事になってくる。いいぞいいぞ伏黒くん、ナイスナイスナイス、でこれかんざしで倒せるかな、6ついてるよね、でここから飛び蹴りで、もう一回念たぶこっち、はい、でかんざしどう21万、ナイス、オッケーオッケーオッケー、能力上げながらいける、いいぞ、あーでも磁力持ってかれたわ、そうか磁力持ってかれた、まずい、これ待ってこれまずいっすね、そうか磁力持ってかれんのか、あーしかもうわー最悪だ、まずい、これ待ってこれまずいね、行くわよ、行くか、これヌエでスタン決め、あー決めれないか、ちょっとこれさ伏黒に攻撃して、いやー磁力がどんどん下げられてっか、行くか、これはもう賭けに行くしかないな、飛び蹴りして
4ターン続くんでね。とりあえず能力上がった、もうこれ一発にかけるしかない。ヌエで攻撃で、もう一回飛び蹴りしたい。もう一回飛び蹴りしてバフかかった状態でいきたいんで、これあえてこう倒します。オッケーオッケー、ナイスナイス。ここで後ろが大きいで、ここでじゃあ倒しに行こう。飛び蹴り、これで多分倒せるはず。で倒さないでね。オッケーで飛び蹴りで、よし、能力が上がった状態で一応、まあ2段階かな、今2段階上がった状態、3段階ではないが、じゃあここで能力上げんで、コンよりヌエじゃないかこれ。ちょっと待てよ、コーン自身のコーン、自身のブレイクダメージの20366。いや、もうブレイクできる、ブレイクできると信じる。あ、ブレイクできる、できます。いや、そうだね、これでいくしかないよね。もう飛び蹴り全員で攻めるしかない。でもできればこれ研ぎ澄まされた一撃と呪力ランダーをつなげたいな。いや、でもブレイクさせたいな。ここはブレイク狙っていこう。いけ、どうだ、ブレイク全然だな。あー全然だ。でもここ16ランダよ、16ランダが問題。どうだこれ、やっぱり野原ちゃんと虎杖君で必殺当てた方が良かったかな、なんかそんな気がすんな。さあいけ、ここで16ランダどんなもん。はい、74万か、全然だな。うわ、ああやばい。しかもこれね、周りの敵がね倒すないんだよな。かんざし打っとく、そうだね、打って飛び蹴り決めるしかないね。今のところ体力が300か。いやー、しかも3体しかいないっていうこと。あ、しかもスタンせんかった。いけ、ダメか、ブレイクしない、耐えろ、やめてくれ、虎杖君やめて、グエッ、危ねえ、危ないが、これもう、いや、こっちにヌエやっとこうね。あー、飛び蹴りないのか、飛び蹴りないんだったらこっちだな。飛び蹴りあるんだったらブレイクいけたんと思ったんだけど、ブレイクできない、痛い、くそー、ダメだー。これは残り体力260なんということで、まあちょっと2年ズはかなりいい感じに行き過ぎたのと、そうだね、虎杖くん、いやでも虎杖くんあれだな、やっぱりバフ飛び蹴りで3バフかけたとしても、でブレイクまでは持ってってただろうけど、周りの敵がねやばい、ちょっといたから攻撃がいったし、あとやっぱり3体っていうのでことで、やっぱり4体より3体の方がもちろんだけど、その集中的にね、そのメインキャラクターというか虎杖君とか狙われやすいっていう状況だったんで、はい、というわけで今回は、2年ズ VS1 年、では2年ズの勝利だね。これは2年ズだね。まあでも仕方ないよなこれ。まあでも五凸の野原ちゃんだったらこっちでも多分あんま変わんない、だって 1.5 倍とかもあるからね。だから 50% 要はこっちだと等倍なんだけど、幻だと 1.5 倍なんで、要は五凸だと 50% なんだよね。だから 1.5 倍と一緒なんで、あんまり変わんないと思うんだよね。だからここがこうの伏黒くんだったら別だったわ。だからサポートであれか、ワンチャン、いやでもそうすると必殺ゲージ上がっちゃうからな。そのサポートで、こうの伏黒くんにして、で、こっちサキちゃんにして、サキちゃんが先にやられてみたいな感じで思ったんだけど、その間にじゃあこの二人行動できちゃうよねってなっちゃうから、ちょっとそれは良くないよね。持ってる、まあ、五凸の伏黒くんで何とかしたんだけど。まあ、2年ズはちょっとうまくいきすぎたね。いい感じに。まあ、やっぱり、乙骨くんっていう、やっぱり2回規格外打てて、さらに合わせろ理科でブレイク率も、ブレイクもすごいできて、で、トゲくんでデバフかけてみたいな。そういうことができたのでね。で、さらに、マキさんも、まあ、2回ぐらい必殺技も打てて、80% 上昇もあってみたいな。相当、いい感じに立ち回れた。だパンダが、ドラミングビートしなくてもよかったまであったね。夜だから、40% とかやれば何回か受けれて、もうちょっともしかしたらトゲくんとか、おっこつくんとかが攻撃できたかも。いやでも、いやそれでも多分ドラミングビートの方が良かったよね。必殺技の方が軽かったと思うので、いい感じに耐えれたんじゃないかな。はい。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様さ。バイバイ。